おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野達樹です。現在、アメリカ合衆国のオレゴン州というところにあるクラッカマースコミュニティカレッジで野球をしています。さて、本題に入る前に一つだけお礼を言わせてください。えっと、このチャンネルの登録者数が240人を突破しました。えっと、これ本当にありがたくて、えっと、このペースで10人増えたこととかなくて、 あの、まあ、なんて言うんだろうな。<laughs> 横並びの人がみんな何万人とかなので別になんでそんなもんじゃんって思うかもしれませんが、えっと僕にとってはめちゃくちゃ嬉しいことです。本当にありがとうございます。えっとこれもですね、えっと、えー、質問してくださる方とか、えっと Twitter とか Instagram でシェアしてくだ,さく,くださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。えっと今後も、えっと、頑張っていきたいと思いますので、えー、ぜひよろしくお願いいたします、えー。さて、えっと本題に入りたいと思います。えっと今日はですね、 あのー、日本の野球で、えっと、僕が学んだことが、えっと、アメリカでめちゃめちゃ生きてるということを、えー、お話ししたいと思いますえっとですねこれを前提としてまずお伝えしておきたいのですが、えっと、僕アメリカで野球やってるじゃないですかでその立場で、えっと、このような、えっと、アメリカ野球留学の魅力について語るというチャンネルをやっているので何か なんて言ったら難しいんですけど、えっと、アメリカの野球はよくて、えっと、日本の野球がダメだみたいなふうに聞こえちゃうというかそういうふうに伝わっちゃうことが多々あるんですねえー、これは全くの誤解で全然そんなことないと僕は思っていますっていうのも本当に日本の野球で、えっと、学んだこと厳しい練習の中で学んだことが、えっと、アメリカ人アメリカの中でやっていても生きていることが多々あるのでそこだけは えと誤解だよとといいうことをお伝えしたいです、えー、と本当にね僕高校とか、えー、とすごい厳しい学校だったんですが、えー、とそこで学んだことっていうのが本当にアメリカで生きていてむしろそれが強みになっているので本当に高校の監督とかコーチとかには本当感謝しかないですしそういうふうに思っています。なので、あのー、くれぐれぐも、あのー 日本の野球が嫌いで、そういった立場で批判をしているとか、そういうのでは全くないので、それをちょっと分かっていただきたいなと思います。はい。で、それでですね、何が生きてるのっていうところなんですけど、技術的な部分で言うと、まず、一球をめちゃめちゃ大事にするっていう心構えですね。まあ本当にこれ古臭くて嫌いな人は嫌いかと思うんですが、 何、えっと、だろうな僕高校時代に、えっと、監督が、えっと、ボール1球でノックするとかよく,よくあったんですねでそれをみんなで使うっていうのは、えっと、だからその1球を大事にするだから送球とかもしっかりするし丁寧にするしレーラーしたら、えっと、そのボールをね取り入ってでまたそのボールでやるよみたいなのがあったんですがまあこの練習の良し悪しは置いと,き置い,といてもう本当にこのレラーのこういう 練習を通してボールを1球大事にするっていうのは本当に何て言うんだろうなマインドとして僕の中に残り続けたんですね。でほんと結果アメリカに行って守備練習をするわけですがまあアメリカの陣の守備って何て言うんだろうな日本人でいう堅実さとはかけ離れていてそれはそれでいいと思うんですが。 逆シングルでパーっと取ってパーって投げたり、まあ割と華やかな感じに見えるのですが、なんて言うんだろうな。そういった中で、若干、まあ適当というか、そういうところも見受けられるんですね。もちろんそうじゃない人もいますよ。しっかり取ってしっかり投げてる子もいますが、なんだろうな。あんまりそういう、ここをしっかり送球してアウトにするみたいなのを大事にしてこなかった選手が多分多いんですよね。 って考えたときに、えっと、僕そんなに早急いい方じゃなくて、むしろイップスで全然ダメなんですが、えっとほ、本当にちゃんと胸に投げるようにっていうのをやっていただけで早急いいよねって、例えば評価をされたりとか、本当僕の友達の内野手の選手だ、内野手の選手でも、えっと、本当に守備うまいよねとか、本当に日本人の選手は足が疲れて、えっと、本当に横の動きも素晴らしいし、本当に守備はうまいっていうふうに評価を受けてるんですよ。っていうことを考えると、本当に日本人の あの、厳しい練習。日本での学生野球で培ったよくノックとか、いっぱいいるじゃないですか。本当に長い時間。あれが、あれがというか、ああいう練習の中で培った守備練習が、マジでアメリカで生きるってことですね。本当に、日本人の守備は、アメリカ行っても通用します。本当に。本当に上手いです。まあ、肩の強さとかね、そこら辺は、まあ、劣る部分は多々ある、そこら辺もあるのですが、 そういった部分じゃないところでしっかり正面のゴロをしっかりさばいたりとか当たり前のようにさばいたりとかそういった部分では本当に日本人の選手は強いんじゃないかなと思いますで僕もそれを本当に実感しているのでキャッチャーでもさっき言ったようなスローイングとかあとボディストップですねボディストップなんか日本本当にどうなんだろううまいんじゃないですか日本の選手の方が僕も全然上手くないですが褒められたりとかが結構するので。 そういう感じだと思います。なので、えっと、自信持っていいと思います。だから。えっと、まあ、これは全部投資なんですが、えっと、日本、アメリカに来て野球をするんだったら。えっと、アメリカ人の野球に適応するんじゃなくて、日本で培ってきた自分の。なんて言うんだろうな。自分の強みみたいのを存分に生かす方が多分正解だと思います。アメリカ人の野球に適応しと、しようとして、な、ま、な、真似をして。 えっと、大振りをしたりとか、えっと、せっかくできてたものを適当にやったりとか、そういうのは良くなくて、そういう、ちゃんとや、堅実さとか、コンタクトするとかが評価されるので、そこら辺を意識した方がいいと思います。あとはそうですね、今ちょっと言ったんですけど、バッティングもですね、バッティングも、本当に、えー、K だ !K だあるじゃないですか。あの、まあしっかりと、 コンパクトに振って逆を狙っていけみたいなバッティングを日本人よくしたがるじゃないですか。まあこれをずっとやりすぎた弊害っていうのはもちろんあるんですよ。あの強く振れないとか。ねそういう走り打ちみたいのが普通になっちゃったとかそういうのはあるんですがもちろん弊害はあるんですが本当にそういう場面も絶対必要あるのであのランナーが二塁にいて。 えっと、軽打が欲しい場面、タイムリーヒットが欲しい場面っていうのは絶対に存在するので、そういった場面でしっかりコンタクトができたりとか、あとントバッター出たりとか、本当そういう部分では、えー、日本人のコンタクト能力っていうんですかそれは本当素晴らしいと思うので、そういうのを強みにしている人が、は、そういうのを強みにした方がいいと思います。さっきも言ったように、アメリカに来たから、えっと、大振りしてやるぜとかではなくてですね。 あの、普通に自分がやってきたことをやればいいと思います。それが、えっ、ー、と、一番の、えっ、ー、と、評価してもらえる近道だと思います。で、それをやった上で、えっ、ー、と、アメリカ人のコーチの評価どうなのかというと、本当にすごくいいです。守備にしても、バッティングにしても。あと、走塁もですね。本当、走塁一生懸命やるので、日本人の選手は。なんで、そこら辺も本当に評価されるので、あのー、これから野球留学する人は下手に、 かかるんですすよよめっちゃ分かるんですよあのメジャーリーガーとかに憧れてえっとそういうスイングまあ別にいやその真似するなとかってないですよもちろんなくてなんて言うんだろうなそういう派手になんて言うんだろうな派手さを求めてというか大きくやる自分より自分を大きく見せてやりたい気持ちはめちゃめちゃ分かるんですがそういったことよりも多分今で今自分が日本でやってきたことできることをえっと をそのまま見せていくそれを伸ばしていってちゃんと評価してもらうことが一番正解だと思うので、えー、とそうした方がいいと思います。でめちゃめちゃ評価されるんでそれで。むしろえっ、ー、と何て言うんだろうなアメリカ人の真似事をみたいなことをしてしまうとあの神父に比べられちゃって実力で負けてしまった時にえっ、ー、とダメになってしまうのであの逆張りっていうんですかあいいいつらはこ、えー、こうううう方こういう タイプだから、自分はこういうタイプにしようっていう感じで、日本人のタイプっていうのがあるので、それは、えっと、その人の、えっと、やりたいまま、やりたいままっていうか、今までやってきたことをそのまま伸ばしていった方がいいんじゃないかなと思います。えっと、何が言いたいかというと、えー、テーマでもお話ししましたが、えっと、日本ので培ってきたものは必ず通用するので、えっと、自信を持ってやってみてください。そして、えっと、日本の、えー、野球は素晴らしいです。えー、いいとこももちろんあります。なので、 そういった部分を、えー、参考に、えー、これから留学する人とかはプレーをしていくといいんじゃないかなと思います。でこれから将来まだ決ん決まってないけど留学したいなと思っている人もえっと日本の今も今チームで重ねている練習とか守備なんかそういうのを一生懸命やっていってしっかりその中で実力を上げていけばえっとこれがアメリカで通用しないってことはないのでえっとそれはしっかり 目の前のことをやっていけばいいと思います。はい、以上です。えっと、こんな感じでですね、えっと、私、上野たつきが、えー、アメリカ野球留学に関することを、つらつらと、えー、一人独り言として、えっ、ー、と、話していくチャンネルとなっておりますが、えっと、もし、えー、よろしければ、高評価の方と、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、良い一日をお過ごしください。上野たつきでした。じゃあ、またね。